電子を通しますよ。はい。部屋でシャワーでも浴びようっと。ああ、私も。遊んでたらまた汗かいちゃった。私が一番に入る。気に入った人かな。シャワー、汗、入る。いった人。止まらん。どうしたの？あ？いや。私たちも部屋に戻りましょうか。そうだね。僕たちも部屋に帰ってシャワーを浴びよう。え？いよいよ運命の夜が来た。そう。僕とマリが初めて結ばれる夜がここペンションシュプールで。こら落ち着け落ち着け。僕は前かがみになって自分の部屋へと戻った。ちょっとエッチなかまいたちの夜。今夜こそ、マリを、マリだって待っているはずだ。今夜、自分の部屋に、僕が来てくれることを。待ってなさい。誰もいないな。よしよし。誰にも見つからないようにマリの部屋へ。今頃シャワーも浴びて、バスタオルを巻いて。早く来て、トオル。あ、ちょっと。今行くから待ってなさい。抜き足、差し足。忍び足、抜き足差し足、たまらん響きだ。抜き足、差し足。うわっ、なんだいきなり。その時、突然目の前に、バスタオル一枚のマリが現れた。マリー、やっぱり待っていてくれたんだね。あったな、何をするのよ。何がマリーよ。私は北野恵子。まだあなたに肌を許すような仲じゃないでしょ。なんだ、意外といい体してるじゃないか。出るところは出ていて、引っ込むところは引っ込んでるし。気ぶくれするタイプだったんだな。すいません。でも、いきなりそんな格好で立ってるもんで、つい。ついじゃないでしょ。でも、ちょうどよかったわ。え？今、あなたの部屋に行こうと思っていたの。え？それじゃ、やっぱり僕と？とっても我慢できなくって。我慢できない。お願い、来て。でも僕はマリのところへ。いいでしょ、その前に。僕も我慢できない。ごめんマリ、ちょっと予行練習してから行くね。どうしたの、鼻血が。いや、ちょっと夕飯のステーキが。そうだ、行きましょう。スタミナなら自信がありますから。僕は恵子さんについていった。あの、僕の部屋の方がいいんじゃないですか。え？だって、恵子さんの部屋には、その、かなこさんとあきさんというお友達が。
いいの、みんなも待ってるから。みんな待っている。 ということは4人で。なんということだ。生涯忘れられない最良の夜を迎えることになるんだわ。よっしゃ。何腕立て伏せしてるの。行きましょう。はい。その時僕はマリのことはすっかり忘れてしまっていた。ごめんマリ。いらっしゃい。待っていたわ。僕を出迎えてくれたのはネグリジェのカナコさんとパジャマ姿のアキさんだった。よろしくお願いします。すいません、わざわざ。皆さんのためなら。やっぱり男の人がいないとダメね。もう僕でよかったら毎晩でも。お願い、早く。はい。僕は震えながら服を脱ぎ始めた。僕は全裸になってベッドに飛び込もうとした。何しているの。早くシャワーを。シャワー。そうだね、シャワーを浴びた方がいいね。水じゃないか。そうなの、蛇口が壊れてしまって動かないのに。私たちじゃどうにもなんなくて。やっぱり男の人に直してもらおうと思って。え、シャワー浴びていたら急に動かなくなっちゃって諦めようと思ったんだけど。我慢できないっていうのは。汗かいていたから我慢できなくて。ごめんなさいね。なあ。ということは最初からシャワーを直すために僕を。他に何か。あ、いや別に。僕はそのまましばらく頭を冷やそうと水のシャワーを浴びていた。治りました。ありがとう。やっぱり男の人よね。それじゃあ失礼します。僕はすっかり萎えてこのままマリの部屋に行く気にもなれず、とぼとぼと自分の部屋に戻ろうとしていた。とその時。待って。え、突然僕を追いかけてきたかなこさんが一緒に部屋に入ってきた。そして後ろ手にドアの鍵をかけたのだ。どうしたんですか。かなこさんは暗がりの中から妖艶な目つきで僕を見つめていた。あなた、見かけによらず、たくましいのね。いえ、それほどでも。あなたの体を見ていたら、うついちゃったの。お願い、いいでしょう。今度は何を直すんですか。汗をかいた手を滑り込ませてきた。これは本物だ。よっしゃ。何腕立て伏せしてるの。早くだ。かなこさんがベッドの中から僕を呼んだ。今行きます。
子は？あの男の子の部屋へ行ったわ。え？もっと、もっと、そこ、そこ、いや。かな子相手じゃあの子も大変ね。こんなもんで。やっぱり力のある人に揉んでもらわないとダメね。あなたマッサージうまいわね。うずいていた筋肉が、すっかり楽になったわ。他にうずいてるところは？もういいみたい。あ、そうですか。ありがとう。じゃあね。なっことだ。生涯最良の夜になると思っていたのに。このままじゃとても眠れない。こうなったら絶対マリと僕は再びヨバイを結婚することにした。鍵がかかってない。やっぱりマリは僕が来るのを待っていたんだ。僕はマリの部屋に入るとそっとマリのベッドに手を滑り込ませた。マリ僕だよ。意外と毛深いね、マリ。三木本さん。トオル君、一体何をしてるんだい。あ、いや、その部屋を。そうだったのか。実は僕もトオル君を初めて見た時から。話してください。何を言ってるんだい。君から誘っておいて。あ、いや、ちょっと。うわ。トオル来ないのかな。遊びに来るかもしれないようなこと言ってたのに。部屋に入れてやるぐらいならって思ってたのに。きっと慣れないスキーで疲れて眠ってしまったのね。マリ助かった。誰か呼んだかしら。気のせいね。耳栓でもしてねーよ。